このグリルスタンドをお預かりして僕らの方でまあ使ってみた使用感なんですけれども、まあ、まず安定感ですね。安定感がすごいしっかりあると。で、僕らはこういう、まあ、例えばテーブルの後ろに足の穴を開けるだとか、そういう時にまずこの平面をどっしりこう押さえてくれるものっていうのがすごい必要になります。で、その時に、すごいこの安定感っていうのは重さだったりはすごいいいなと思って、で、まあ、それはすごい重宝しました。他社さんのものと比べると、やっぱりこの面積が広いというのがあります。で、その分、幾分か重いんですけれども、それに関しては、まあ、ドリルスタンドの役割としては十分果たしているんじゃないかなと思ってます。そうですね、使ってみてよかったところ、まあ、すごいよく考えられて作られているなというところがありますね。はい。で、まあ、一番良かったなと思うのは、この角度を変えれるのは、まあ、なかなか新しいなというところですね。はい、こういうふうに。まあ、従来のものだと結構垂直に穴を開けられますよっていう機能だけだったんですけれども、実際僕ら、例えば、テーブルの天板に斜めに足を差したいだとかいう時に、ボール板という大型機械があるんですけれども、そういうところだとなかなか、懐がなくて入らなかったりします。そういう時にこれがこいつ自体を動かしてあげれるっていうのはすごいありがたいことですね。はい。例えばこれを1回こういうふうに固定できるところ、従来のものだとここで一回重力で止めてあげて、それを、あとじゃあこうやってという微調整だったのが、実際にここで一回止めておいて、じゃあ刃のデシルはあとどれぐらいかなというのを調べて、例えばあと1センチ掘りたいとなったら、単純に今の位置から1センチここの隙間を下げてあげればいいというような形で調整できる。だからここの仮押さえっていうのができるのはすごいよく考えられてるなっていうふうに思います。はい。で、あとはまあそうですね、実際ここ多少の遊びはあります。これはボール板にはないものなんですけれども、これはまあその機能上しょうがないところだとして、ただ、僕らに関して言えば、そこまで細かい精度っていうのは実は必要としてません。なんでかっていうと木ってそもそもが柔らかいもので、どんだけぴったりこう穴を開けても多少こう自分で調整できます。で、その調整しろで、精度を出してやるということを考えると、そこまでのこれぐらいの遊びであれば十分、精度としてはいいのではないかなというふうに考えますね。主に、これに関しては、3点、まあ、使ってみてこういう使い方ができるのかというところが、まず一つ角度ですね。こういう角度で、テーブルの天板、例えばテレビボードで組んだ箱のところに穴を開ける
というのができるよというのが、この角度がつけれるのがすごいありがたいです。あとはここですね、V溝、これはまあ結構よく見るタイプなんですけれども、このままは結構安定しやすくて、でゆくゆくはちょっと僕らの方でちょっとここ滑り止めみたいなのをつけて、もう少し固定ができるようにしようかなというふうには考えています。あとここ僕らはよくドッグホールっていうんですけれども、作業台とかに取り付けるストッパーですね。この新しい、これがあることによって後ろに取り付けて中心が出せますよというところは一つ考えられたなという、いうふうに思いました。まあ、この3点というのはすごい使いやすいなというふうには思います。はい、どういう時に使うかということですか。どういう時に使うかというと、まあ、主に一番使うのは、そうですね、斜めの穴開けで、僕らは、ここまでこう角度をつけて穴を開けるということはまずありません。こういう時っていうのは、まあ、そうですね、すごい、まあ、特殊な小物を作る時だったりになるんですけれども、こういう時は、まあ、おそらくちょっとそのビットとの兼ね合いでちょっと使いづらいのかなとは思うんですけれども、例えばテーブル の足とかだったら、だいたい、まあ、ちょっと今カメラに受けますけど75度、これぐらいの開きですね。これぐらいだったらすごい精度よくピタッと出てくれます。でそれこそ、まあ、ビットもひいきするわけじゃなくスター N さん の切れる、例えばネジ切りビットだったら先端がその中心に捉えてさえくれれば、あとはもうそのまま穴がこの角度で掘っていけますよという形になっているので、うん、すごいこれは一番重宝しそうだなというところですね。やっぱりその僕らの教室に、来る会員さんも設計変更というのはこの DIY へ持っているのがすごいよくあって、やっぱりこうしたい、本当はもうまっすぐ穴を開ける予定だったから初めに開けとけばよかったんだけど、でもやっぱり斜めにしたいな、気が変わりました、そしたらそのままボール盤に持っていって斜めに穴を開ける、もしくは自力でこうやって穴を開けるっていうのはすごいまあ難しいことです。僕らでもできないですね。 それが、まあ、これが一つあって、ピシッと固定してクランプをしてこのままスライドすれば誰でも同じ角度で穴が開けられる、それはすごい重宝しそうだなというところ で設計をきちっとしなくてもある程度自分の楽しみに余裕を持たせて後でいくらでも変えられるっていうのは、まあ、これがあったら一つ楽しく気軽に、まあ、DIY ができるんじゃないかなというふうには思いますね。うめきですね。このうめきっていうのがすごい面白くて、あれね、スター M さんの、うめき切り、サラトリ切りで、すごい僕らも重宝してます。でその際にですね、やっぱり一般の方、初めて教室に来られた方にこうやってうめきするんですよって言って、僕らは簡単にうめきを作ってやってみると、わーすごい喜んでくれるんです、喜んでくれるんですけど、実は自分でやったらうめきがもうすぐポキポキ折れて長いのが作れないっていう、悩みだったり、あとは一定の太さで削れない、やっぱり手がぶれるんですね。で、そういうことの悩みをよく聞くんですけれども、ただじゃあご自宅でやる際にそのボール盤みたいなものでまっすぐ打ってくださいねっていうのは、まあすごい難しいことです。これを単純に90度にこう設定してあげてですね、でそのまままっすぐ掘ったら誰でもまっすぐに長い埋め木ができますね。そうすると埋め木をこう一個一個何個も何個も作ってダボを作るんじゃなくて、長いその埋め木を作っておいてあげればそれを何個も使い回せるという形で、すごいその作業も、楽になります、うん、そういったところで埋め木っていうのは結構これ、埋め木には使えるんじゃないかなというふうに思っています。実際にその現場の職人さんとかも、埋め木をよく作ることがあるんですけれども、なかなかうまくいきません。でそのビットっていうのを結構使い回して、職人さんなのに本当毎日のように使います。そうすると切れなくなってくるんですね。そうするとなおさらそのどれだけまっすぐ開けれるかっていうのが重要になってくるんで、その際に、この、まあ、1個、まあ、ちょっと大きいものですけれども持っておけば何個でも綺麗な埋め木ができますよと。本当にその職人さんほどその最後埋め木 の隙間とかにこだわります。木目をちゃんと揃えるだとか、逆目じゃないようにするだとか、あとどれだけその埋められるか、
ということに、力を注ぎますので、最後このせっかく埋めてもあの周りに黒い縁ができてしまったりだとか、ああいうのがちょっと一つの悩みだったりするんですけど、まあ、これがあるとその職人さんのような技術者でもカバーできるかなというふうに思います。で、まあ、ちょっと簡単に僕ら、一般の方が DIY とかで作れるもののどれだけ幅が広がるのかというふうにちょっと考えてみました。まあ、僕らは、教室で結構大型機械があって、何でも揃ってるというか揃ってるんですけれども、一番初めに僕がそのビットを買ったのがスター M さんで、インパクトドライバーで同じ悩みがあったんですけど、じゃあその僕がその時代に立ち返ってこれがあることによって何ができるかなと思ったら、例えばホームセンターで売っているこういう丸棒ですね。丸棒をやっぱり昔ってすごいまっすぐ穴が開けられないんですよね。例えばこういうところ全部45度の角度にしてます。で、この45度を積み重ねて、まあ、こういう形であのピアススタンドだったりそのジュエリーをかけておけるようなものを、作ったり、でこれ作ってる最中にもあの生徒さん会員さんからすごい、あ、いいなこれ欲しい、私も作るっていう声でいろいろいただいたんですけれども、そうなんです、こういうものがすぐ作れるわけですね。だから、あ、そうですね、まあ、こういうものの他にあとはもう一つこういうツールですね。これもホームセンターにある材料で作れます。一つはこの丸棒、ちょっと先を削らせてますけど、細くしてますけど、まあ、こういう角材と実はここも丸棒が通ってます。じゃあ一般の方が普通にその僕らがよくやるこういう木組みのほぞという四角い穴を開けるという作業が、まあ、例えば、できるかっていうとなかなか難しいところがありますね。ただその四角いほぞじゃなくて、じゃあその丸いほぞじゃダメなのかということで、いや全然 OK です。はい、ここ丸いほぞ、単純に角材に丸い穴を開けてそこに刺しているという形で、まあ、ここが別に四角じゃなくても太い丸でもいいわけですね。それがそこに置いて、ここに刺さる分だけの径のビットで穴を開けてやって接合してやる。で、この場合は誰でもちょっと簡単にできるんですけれども、ペーパーコードというその紙紐ですね、これを編んでやるというような形で、まあ、こういうおしゃれなやつが一つ出来上がります。だからそのほぞという、まあ、一般人ちょっと DIY をやり始めた方の憧れだと思うんですけど、まあ、そのほぞっていうのにトライできるっていうのはすごいいいなと思います。やっぱりこのほぞになってくるとどれだけ90度かっていうのが結構その大きいところになってくるので、そう考えた時に、まあ、一つ家にあると、まあ、いいのかなというような形で、ここはちょっとおすすめしたいんですけどね。